アルフォンソ・デイビスのプレーのアグレッシブさと顔のやる気のなさのギャップがすごい。楽しみだよ、ソフトボールでーす。スローインとかの時にね、バイエルンの左サイドバックのアルフォンソ・デイビス抜かれると、もうすごいなんか眠そうな目でもうどうでもいいっすみたいな顔でね、スローイン先探してるんですけれども、ただ TikTok になると躍動感がすごいんですよね。というわけで始まりました、トークソフトボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日のテーマはもちろんこちら。1920チャンピオンズリーグ決勝、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンの徹底分析というわけで、この試合1対0でバイエルンミュンヘンが勝利しました。ただですね、この試合で1点しかスコア動いてないのってぐらいダイナミックで、もう本当ね、見どころたくさんの試合でしたので、なのでこの試合ね、生配信で言及したですね、ポイント、より一層解像度を高くしてお届けするのと、あとですね、言及しきれなかったポイント、後で何とか見返すことによって、見えてきたですね、まあ勝利を分けたポイントだったり、試合の中の重要な局面をですね、今回は紹介して、この試合を分析して皆さんにお届けしていきたいと思います。というわけで行きましょう。まずこの試合のスタメン、こんな感じでした。はい、パリサンジェルマンはですね、ナバスが起用されまして、結構ね、練習で動けてたんで起用したみたいな感じで、まあ正直な話、リコよりもね、全然パフォーマンスが高いキーパーですので、この試合のね、レベルが上がるっていうところで、嬉しい予想の外れ方をしたなというふうに思いました。で、あとはですね、ノイアーの活躍。やっぱりね、ノイアーの活躍なしにですね、この試合のですね、バイエルンの勝利はなかったと思いますので、ね、ワールドカップでね、ドイツが優勝した時もそうですけれども、最後の砦で機能するノイアーっていうのは本当ね、もうある意味チート感あるなっていうふうに思いましたね。で、あとはコマンの起用。これですね、パリ・サンジェルマンっていうフルスとの対戦で、そういったね、モチベーションを上げてほしい的なですね、胸のコメントをハンジフリックが出していたそうなんですが、それ以外の部分で言いますと、まあ、ペリシッチがね、まあ、買い取るかどうか決まっていなくて、おそらくザネが来るんで買い取らないだろうみたいな、そういう風になりますと、コマンのコンディションがある程度上がってきていたら、まあ、そのコマンの方を使うようなね、圧力ってわけではないですけど、そっちの方を使った方がいいっていうですね、まあ、ビジネス的な判断だったり、将来性を見た判断っていうのがあったのかなというふうに思います。で、それ以外のプレーのポイントで言いますと、やっぱりパリサンジェルマンの右サイドバックのケイラーとの1対1。ここをコマンがですね、非常に優位に立っていました。本当ね、コマン対ケイラーの1対1はですね、まあ、ものすごいチャンスの起点になっていまして、これによってね、コマンが単独で突破できるから、アルフォンソ・デイビスのですね、オーバーラップを自重できる。特に裏ケアが苦手なアルフォンソ・デイビスの裏っていうのを、あまり使われない、まあ、使われることが少ない状況をですね、生み出していたと思います。そしてですね、コマンの突破力があることによって、内側のランニング、ニアゾーンランでのサポートをですね、そこまで必要としなくなる。その分どこに人を使うのか、ゴール前ですね。ニアゾーンランのサポートをすると当然ゴール前で待つ人数っていうのは、まあ少なくなるというか、そのニアゾーンランに使う人数をゴール前に使っておいたら、クロスがより一層、脅威になりますから。なんでね、コマンが突破してゴール前に待つ人数が多い。もしくは突破できなくても、ちょっと後ろに下がってるアルフォンソ・デイビスに下げたりすることによって、アーリークロスでまたゴール前にね、たくさんのですね、まあ、空中戦強い選手、レバンドスキー、ミュラー、ゴレツカが待ってるところに、ボールを送り込めるっていうのは非常に大きかったと思います。そしてあと予想と違ったポイントとしましては、キミヒなのか、チアゴなのかっていうところで、パバールをね、スタメンから使った場合、キミヒをボランチに使えるってポイントでしたね。これはですね、結果的に正解だと思います。ネイマールのプレスバックもですね、この試合も激しかったですし、やっぱりね、そのフロントスペース、フォワードのラインの後ろ、中盤のラインの前のスペースでですね、ボールをキープする場合、相手のプレスが来る形って毎回一緒っていうわけではないですから、それにですね、個人の技術で対応しなきゃいけないっていうところで、チアゴがですね、ボールの預け所として、パリ・サンジェルマンのプレスをいなすのに非常に機能していましたね。そんな感じで、まあ、人のところに注目したところはですね、ここで置いといて、今回ですね、勝敗を分けた3つのポイントについて、解説していきたいと思います。まず1つ目のポイントは守備ですね。守備に関してはフロントスペースとファジーゾーンのケア。フロントスペースはさっき言ったような中盤の前、フォワードの後ろのスペースで、ファジーゾーンというのは曖昧の場所、つまりですね、サイドバックとサイドハーフの間ですね。ここに陣取ってボールを送り込むことによって、サイドハーフが戻ってカバーするのか、サイドバックが上がってその選手につくのか、もしくはですね、中盤の選手が広がって出ていくのかみたいな、そういったね、誰がここつくっていう曖昧になる場所なので、ファジーゾーンというふうにこう呼んでいます。このね、フロントスペースとファジーゾーンのケアっていうところでですね、この両チームには差がありました。そこを説明させてください。はい、まずバイエルンミュンヘンの方からですね、フロントスペースのケアなんですけれども、バイエルンミュンヘンですね、パリサンジェルマンのこのね、ボールの回しに合わせて、まあ用意してきたシステム、バルサ戦でもやっていましたけど、 4-1-2-3 の相手にはレバンドスキーがこうアンカーについて、ミュラーが1列下がって、ゴレツカがダブルボランチの位置から1列上がってくるっていう、こういったね、配信中にも言ったダイヤモンドに対してダイヤモンドではめるという、こういった形を用意します。それによってセンターバックがボールを持った際とかに、ウィングがサイドバックとの間を切りながら、まあこういったね、プレスをかけることができると。っていう風になりますと、ね、キーパーに戻して大きく蹴らせるか、もしくはですね、センターバックがもうパスをつけて、そこでのね、連携でなんとかチャンスを作るみたいな。なんでそういったシーンでね、
こうワンタッチでポンポンポンって繋いで、裏に飛び出した選手にボールが出てチャンスみたいなシーンもありましたけれども、基本的にはバイエルンのこの守備の仕方っていうのはですね、非常に、まあ、後ろの選手誰が誰につくかっていうのが分かりやすくて、なおかつ、フォーバックをですね、パリ・サンジェルマンのフォーバックを、2枚のウイングで抑えられるというところで、効率のいい守備だと思います。で、もう一つはですね、こういった時に、ウイングが出ていく場合と、フォワードが一列出ていって、それによって全体がですね、前にスライドする形。この両方を使いますので、これを状況によって使い分けられる。特にミラーなんかはですね、ニャブリなんかが中に入ってきた後のパターンですと、自分がウイングになってそういったね、前に出ていったりとか、こうサイドバックを切りながらセンターバックに行くみたいな、そういったシーンも見せていましたので、フロントスペースのケアのやり方として、きちんと明確な形がある。前線の選手たちが、このね、戦術上やるべきことを分かっていて、そこからの応用パターンっていうのも持っている。それによってパリ・サンジェルマンが後方でね、自由にボールを持てる時間が少なくなっているっていうところがありました。なのでこの状況でですね、まあ、さっき言ったようにサイドの選手がサイドバックからセンターバックを切りながらっていう守備をしますので、サイドバックはね、このコースは切られてるんですけれども、一応ね、広いスペースでボールを受けられる状況で、こういうパスを受けられたらっていう状況になります。ただこのパスが通ったのはですね、かなりなかったとは言いませんけれども少ない回数で、基本的にね、パリ・サンジェルマンはこのハマってる時にですね、もうどうしてもきついっていう風になると前にざっくり蹴り出しますので、ってなるとネイマール、ディマリア、エンバペ、空中戦激しく競り合ってマイボールにするようなそんな選手たちではありませんので、バイエルンの回収を容易にしてしまっていた。こういったね、サイドハーフとサイドバックの間のこのファジーゾーン、ここをね、取る選手に対してですね、あまりボールがいかなかった。で、行ったとしても、コマンだったりですとか、まあ、サイドハーフ、ニャブリだったり、まあ、その時のミラーだったりとか、そういった選手のプレスバックが早かったり、ダブルボランチの選手が出ていって、そういった選手を早めに潰すので、なかなかね、フリーの状態でボールが動いてるんですけれども、もうボールが届いて2タッチ目ぐらいには相手の選手が詰めてきてるみたいな、そういったね、厳しい状況に、パリ・サンジェルマンとしてはなっていました。でですね、逆にパリ・サンジェルマンはどういった守備をしたのかという話なんですけど、降りてくるバイエルンのチアゴに対してですね、こうネイマールがコースを切りながら出ていくタイミングを伺うみたいな。そしてディマリアとエンバペ結構内側に、陣取ってですね、センターバックにいつでも出ていけるようにする。てなるとバイエルンとしてはサイドバックが高い位置を取って、このファジーゾーンをですね、まあ、使おうとすると思います。なんで、このね、ファジーゾーンにボールが出た時の対応、さっきですね、バイエルンミュンヘンは後ろに戻るっていう話をしましたけど、パリ・サンジェルマンの場合はですね、ここのプレスバックがそんなに厳しくありません。どっちかというと、エレーラが出ていったり、なんならエレーラの状況によっては、マルキーニョスが出ていってるみたいな、そういったね、中盤の選手が出ていくって守備をしていました。これは前の選手がサボってるというよりも、このデザインをすることによって、奪えた場合に、まあ、わかりやすいですよね。サイドバックの裏っていうところにですね、ボールを、出すことができて、それによって一気にね、切れ味鋭いカウンターを発動させられる。現にそれによってね、もうパレデスとかバシュンみたいなボールエンバペに通っていましたけども、こういった狙いがあるからこそ、前線の3枚にですね、低い位置で守備をさせないわけなんですね。で、さっき言ったフロントスペース、このスペースのケアっていうのは、ネイマールが一人でね、もう個人の質でここ、4同位、5同位、6同位みたいなのをしていたシーンとかありまして、で、ネイマールがここに参加しないときには、またマルキーニョスが出ていったり、エレーラが出ていったりしている。そして今、守備のスタイルの説明しましたけど、この守備のスタイルの違いから出る両チームの明確な差、例えばですね、バイエルンミュンヘンの場合は、まあ今言ったみたいにパリ・サンジェルマン一人一人にどういう風につくかっていうの状況によって、レバンドスキーが下がる形のプレス、もしくは2トップ出ていってっていうですね、縦スライドする形のプレスで、2種類の守備を持っています。2種類のプレス使ってきてすごい激しいので、俯瞰で見てると2種類のプレスで今はこっち、今はこっちだっていうかわし方っていうのが見えるんですけど、ピッチ上の選手はもうどこ行っても逃げ場ないみたいに感じると思うんですね。っていう風になると、ナバスはですね、こう、両サイドに蹴り分けることできなかったりですとか、センターバックの選手が、特にキンペンベとかがですね、サイドに蹴り分ければ逃げられるところを縦につけたりとかしていますので、なのでバイエルンミュンヘンのですね、この守備網に引っかかってしまうということがありました。で、逆にバイエルンミュンヘンの方は、ネイマールがですね、追う時と追わない時の差、またね、前線にこの中盤が出てくる時と出てこない時の差で、結構ネイマール周りがですね、まあ緩くなると言いますか、どうしてもネイマールが頑張っても、一人でですね、行ってる場面とかがあったり、またサイドバックが高い位置でね、このフリーになってるってところもありまして、かなり余裕を持ってその時にフリーな選手、相手の守備の矢印が向いてない選手に対してボールを出せてるっていうところがありました。確かにバイエルンミュンヘン自体もですね、パスミスとか後方であるんですけれども、ゴレツカのミスだったりですね、アラバのゴール前でのミスっていうのは、ちょっと不注意な判断。対してパリ・サンジェルマンの、まあ、ミスっていうか、奪われるところは、
バイエルンミュンヘンがそう仕向けるようなプレスをしている。なので90分通して見ると、まあ今説明した現象みたいにですね、後方でバイエルンミュンヘンの方がまあ余裕を持てる時間が多くなって、パリサンジェルマンは低い位置で失ってないように見えるんですけど、それはバイエルンミュンヘンのプレスによって、長いボールを蹴らされてしまっていたり、本来ボールを送り込みたい場所に送り込めていないからというふうに言えると思います。なんでこういったバイエルンはパリサンジェルマンをテンパらせてるのに対して、パリサンジェルマンはバイエルンをテンパらせられてる機会が少ない。で、テンパらせられたとしてもですね、バイエルンの場合は前線に、蹴っておけば、レバンドスキーだったりミュラーが競り合って、そこでですね、回収して、このね、高い位置で、繋げなかったけどロングボールからですね、高い位置に起点ができるっていうのがあるんですが、パリサンジェルマンは高いボールを回収されてしまう。なんで、パリサンジェルマンは一つ修正できるポイントがあったとしたら、このサイドバック裏にね、こういった、後ろからの繋ぎの時もこういったところに蹴って、デイビスだったりですとか、キミヒが、こう弾き返したポイントのね、こういった、弾き返した後にできてくるこのハーフスペースのところでネイマールに拾わせるみたいな、こういった形を用意できていたら面白かったと思います。ただそれをできなかったのはナバスがですね、まあ、テアシュテーゲンとかエデルソンみたいにこうビューンとここをね、狙えるようなのをですね、蹴れるような、まあ、キーパーではないっていうふうに、まあ、これまでのね、ナバスのプレーで見ると思いますよね。なんで、ナバスが、まあ、やれたのにやらなかったのか、もうやれないからやらせないのか、トゥエルが。どちらかはわかりませんけれども、ロングボールで、こういったポワーンっていうボールをですね、この辺で競らせて、ネイマールとかエンバペが困るっていうよりは、裏を狙わせて、そのね、ボールが行った方のサイドの弾き返しを、ネイマールだったり、押し上げた、エレーラだったりとかがですね、拾うっていう形を、まあ、用意できていたら面白かったなっていう、一つのね、まあ、あり得た解決策として提示させていただきたいと思います。そして、二つ目はですね、献身性ですね。これ、献身性があったバイエルンとなかったパリ・サンジェルマンという話では全くありません。これはですね、前への献身性と後ろへの献身性、その守備の貢献の話をしていきたいと思います。どちらかというと、パリ・サンジェルマンの方が、前への献身性があって、バイエルンミュンヘンの場合は前もあるんですけど、後ろへの献身性がすごく目立っていました。パリ・サンジェルマンの前への献身性、例えばネイマールのですね、ほんとキャラが変わっちゃったんじゃないかっていうぐらいですね、ブワー走ってずっと追いかけるみたいなですね、ほんと岡崎とか原口とか昔のゴン中山さんみたいになっていましたけれども、あれがですね、ほんと今シーズンの最初の頃のね、レアルと当たった時のネイマールとか、ね、もう途中出場でほとんど走んなくてドリブル失って、あとみんなよろしくみたいな、むちゃくちゃ好感度低いプレイしてたんですよ。ほんとね、30億以上年俸もらってこれできるって逆にすごいなっていう、これが逆にスターなんだなと思って、やっぱりそれがね、こういう大事な試合になると、全然違う選手になるっていうところがですね、やっぱりネイマールのすごいところなんですけど、まあ話に戻すと、そういったネイマールの前への献身性、時々後ろにプレスバックでザッと戻る時ありますけど、基本的には前からの守備のところを、まあ仕込まれてしっかりやってる感じでしたね。そして他の選手、特にマルキーニョス、後ろで守ってもいましたけど、前で、さっき言ったようにネイマールが守れないスペースだったりですとか、インサイドハーフが出ていけないスペースに出ていって、ほんと縦横無尽に潰し役をやっていましたね。攻撃でも飛び出していました。こういった前の献身性っていうところがですね、まあパリ・サンジェルマンのこの3トップの守備をですね、必要以上に戻らせなくて済むっていうような、まあそういった効果を生み出していたと思います。で、逆にバイエルンミュンヘンのこっちはもうミュラーですよね。もうミュラーのね、スーパー責任感サッカーっていう風に生配信ではね、名付けてくれた人いましたけど、キミヒがエンパペと1対1になった時に、こいつはまずいぞつって、ミュラーがですね、言ってもうね、キミヒ一人じゃ絶対エンパペやられるみたいな感じで2対1作って、ほんとね、そのシーンが一番目立っていましたけど、それ以外でも、まあ戻ってボランチの横とか色々カバーしてるんですよ。あのね、セカンドトップのミュラーがただコース切るとかじゃなくて、後ろに戻ってここにいてくれたらありがたいみたいなところで守備をする。ほんとね、守備の遊撃隊みたいな、もう援軍が必要なとこ全部行って守りましたみたいな、そういったミュラーの戦い方っていうのはですね、ほんと後ろへの献身性を表していたと思います。で、このですね、前のですね、献身性のところ、ここのですね、頭の良さがむしろあだになったのが、パリ・サンジェルマンの方だなっていうふうに思いまして、これね、得点シーンで説明させてください。はい、53分のシーンですね。このシーン左から右に攻める赤のチームがバイエルンミュンヘンなんですけど、このネイマールの周りのスペースで、まあね、チアゴはよくボール持ってて、ここにマルキーニョス5番の選手がアンカーから出ていって潰してるシーンです。まあ、こういったシーンがこの試合多発していまして、それによってですね、アンカーの空いたスペースケアするのにね、インサイドハーフが絞らなきゃってなって、そうなると空いてくるのがボランチの脇のスペースですね。ここにこのシーンではミュラーがいます。そして逆サイドにもここにコマンがいますと。で、次のシーン。はい、58分、同じような状況ですね。チアゴがボールを持っているところに対して、また、マルキーニョスがアンカーの位置から出ていきました。それによってダブルボランチの脇どうなるんだろうというところで、ここにですね、サイドバックのキミヒが入ってきてる。つまりですね、パリ・サンジェルマンがこういったね、前に出ていく守備をすることによって、こういったスペースが空いてきて、きちんと狙ってる選手、バイエルンミュンヘンがですね、このスペースを狙ってる選手っていうのは、まあ、臨機応変にその時に合わせてちゃんといたっていうことですね。で、次のシーン。はい、そのキミヒにボールが通りまして、なんでキミヒがこんだけ内側取れるのか。
外ワイドのところにですね、22番のニャブリがいる。なのでウイングの位置取りによってウイングが内側取ってるんだったら、外側をですねキミヒが取るし、ウイングが外側を取ってるんだったら内側狭いナローのスペースを、キミヒが取るっていう感じで、ワイドナローをきちんと理解した、前が外な自分は内、前が内な自分が外っていうですね、そういった関係を理解しているので、臨機応変にですねここはキミヒが内側にポジションを取れていたと。でここでボールを引き出して、そこからニャブリにパスを出して、ニャブリがその折り返しのクロスをですねマイナスから走り込んできた、ゴレツカですかね、ここの選手に出します。でこの時にですねチアゴシューバー、レバンドスキーについてるんですけれども、この時にですね、まあ、関節シアなんですかね、こっちから入ってくゴレツカをちゃんと見てて、マイナスにボールが出た瞬間にですね、その瞬間に一気に向きを変えてこっちに走っていってですね、ボールをカットするんですね。こういったマルキーニョスが前に出ていく守備、そしてチアゴシューバも、このね、まあ前に出ていくと言いますか、本来後ろを守るべき選手なんですけど、状況によって前のスペース、このね、マイナスへの折り返しをですね、ちゃんと狙った守備っていうのをしています。ただその後に拾ったキミヒ、どうぞ。はい、クロスを上げられる前の状況です。お分かりでしょうか。マルキーニョス、アンカーの選手がさっきですね、お見せしたように前に出ていった後なんで戻りきれていません。そして、チアゴシューバもマイナスへのクロスのですね、対応に、まあ出ていった後なので、ボカッとスペースが空いてしまってるんですね。なんでここで、ミュラー、コマン対ケイラーっていう2対1の状況ができていまして、ここでね、高精度のクロスが入る、このキミヒのね、ボールによって、勝負ありって感じでコマンが得点したんですけど、こうやって見ると、やっぱりですね、パリ・サンジェルマンの前のですね、献身性というか、迎撃の守備がですね、こう、メリットがある反面、デメリットとしてこうやって出てしまった場面が、失点につながったと。ケイラ、この試合ね、オンザボールのクオリティとかでもちょっと批判されがちなんですけど、ケイラ使われる理由としてですね、もともとセンターバックやってたっていうのあって、センターバックの背中側を守るですね、そういった守備がうまいんですね。なんでこの試合もピンチをですね、きちんと防いでるシーンもあるんですけど、ただこのシーンはレバンドスキーを抑えながら死角から入ってくるコマンも抑えて、そこに超高精度のクロス入ってくるっていうかなり厳しい状況だったので、その状況をチーム全体で作り出したバエルの守備で、それに対応しようとしたパリ・サンジェルマンのですね一人一人のマルキーニョスとチアゴシューバの判断っていう、本当高レベルな争いの中でどうしても出ざるを得ない弱点を最後につけたバエルミュンヘンっていうのが素晴らしかったと思います。でこれが3つ目の理由なんですけど、サイドバックのクオリティ。この試合ですね、両サイドバックがボールを持った時、特にねパリ・サンジェルマンの方は、ケイラーとですね、周りの選手が息合わないシーンがかなりありました。まあね、かなりケイラーに今優しい言い方しましたけれども、ケイラーがちょっとね、周りの選手のですね、動き出しを理解してあげてなかったり、普通にパスがずれたりしていましたね。で、その中で、このですね、右から左に攻めるバイエルン・ミュンヘンのこの状況、同じようにですね、相手のボランチの脇をベルナトが取れてる状況ですね。この取れてる状況の後にネイマールにボールを預けて次のシーン。はい。ネイマールが内側に角度取った時にですね、ベルナト内側走っていくんですね。このニアゾーンランみたいな。これ自体は悪くないんですけども、まあこういった時にね、相手が寄せてくる前にシンプルなクロスを入れられる、バイエルン・ミュンヘンと入れられない、入れても脅威にならないパリ・サンジェルマンの差っていうのは一つあったと思います。で、ここのランニングもですね、まあいろんな選択肢として、例えば外側走ってったらキミヒを引っ張れたから、ミュラーとの1対1になってネイマール抜けたんじゃないかとかね。もうちょっとスピードに緩急つけたら、この間を突くようなパスをですねベルナトがネイマールから引き出せたんじゃないかっていうのはあるんですけど、次のシーンなんですね。はい、このシーン、ネイマールがボールを出せるときに何度かディマリアがですね66分駆け引きをしているんですけど、それをねアルフォンソ・デイビスがちゃんと見ているっていうのと、こういったところでですねケイラ高い位置を取ってネイマールから、大きくねサイドチェンジさせて、そこから深いクロスとか、そういったねボールを引き出すような動きをしないで止まってしまってるってところがありまして、なんでこういったちょっとしたねケイラーの元々ねセンターバック出身っていうのもあると思いますし、ネイマールがそういったパスを自分に出さないみたいなイメージもあるのかもしれませんけど、そういったところで幅を取ることによってですねボールが出た場合にですね、この折り返しをできますし、これね1点負けてる状況ですし、バイエルン・ミュンヘンのね守備の前線からの激しさ考えると、ここまでボールを運ぶだけでも大変なパリ・サンジェルマンでしたので、こういった1回1回のチャンスを逃さないような、サイドバックのね、このボールを出す人の体勢を見たオーバーラップ、これね結構詰められてますけど、この前のシーンだともうちょっと余裕があって、逆サイドまで展開できますので、そういったね、内側の選手からボールを引き出すプレーが得意なバイエルン・ミュンヘンの両サイドバックとパリ・サンジェルマンの、まあ、右サイドバックの差はちょっと出てたなっていう風にこの試合見て思いました。そして勝利を分けたポイントとは言えないんですが、勝利を引き寄せられなかったポイントの一つとしては、トゥヘルが与えられなかった采配の変化ですね。これはトゥヘルの采配を攻めるわけではなくて、効果的な交代をできない理由がありました。このフォーメーションをご覧ください。
はい、パリサンジェルマンですね、インサイドハーフ、ベラッティとですね、ドラクスラーを、投入したんですけれども、これ攻撃に厚みを与える場合、例えばネイマールをトップ下にして、トップにイカルディ入れたりですとか、チュポモティングね、ディマリア変わって入りましたけれども、攻撃にかけてる枚数をですね、3トップにするところを、まあもう1枚で前線に投入して、4-2-3-1 みたいにして、ある意味4トップみたいな形にもできたと思うんですね。ただこういった攻撃に厚みを加えられない理由としては何なのか。3センターじゃないとさっき言ったように、ウィングの裏を捉えた場合にですね、サイドにインサイドハーフが出ていけない。ダブルボランチだとどうしても遅くなってしまいますし、ね、ウィングも相手が交代してフレッシュになっていますので、高い位置を取ったサイドバックだったりですとか、サイドに流れていった選手に対して、内側から飛び出すのがダブルボランチだときつい。ってなると、3センターのまんまで、厚みをつけなきゃいけなくなりますので、そういった前の選手を増やせば解決するような問題じゃない。そういったバイエルンの攻撃力があったっていうのはですね、ここで一つ言及させていただきたいと思います。逆にね、変な監督だと攻撃的な選手入れればいいって言って、より一層バイエルンに押し込まれたりですとか、追加点を決められてジエントっていう状況になったと思いますので、この状況で前線の選手の人数を増やすっていうようなやり方をしないで、選手たちのクオリティにかけたトゥエルっていうのは、その後のねチュポモティングがどっか触って決めてたらみたいなシーンも、あったパリサンジェルマンとしては追いつきはしなかったですけれども、ベストな采配をしていたと思います。そして最後にこの試合ですね、この試合中に起きているピッチ上のまあ現象、まあ技術的なところだったり戦術的なところを語るだけでは足りないと思うんですね。それなぜかというと、まあ選手のマネジメント力、このパリサンジェルマンというですね、スター軍団とバイエルンミュンヘンというスター軍団を束ねている監督たち、それは戦術的に当然すごいっていうのはここまで説明して、伝わってると思うんですけれども、それをきちんとですね、選手たちに、大スターたちにやらせられてるっていうところはものすごくですね、称賛されるべきポイントだと思います。っていうところでトゥヘル、例えばネイマールがトゥヘルに対してしたコメントですね、最初に話をしてから僕には彼に対する強い愛情が生まれた、そして監督に対してこのような強い愛情を感じれば、ピッチの上では彼のために命を懸けて戦うものだ、彼のために勝利に向けてベストを尽くしてみせるというふうに言っていまして、トゥヘルですね、決してまあ前のね、エメリみたいにですね、ネイマールの誕生日パーティーに行ってこびるみたいなことは別にしてないんですよ。なんならネイマールが負けた後の試合でパーティーをしたりですとか、あと練習中に態度悪かったりすることを結構諌めるような発言もしてるんですね。それでもネイマールにこれだけ言わせるってことは、まあ裏でのですね、一つ一つの問題が出たら会話するって言っていますので、なんでそういったところの言葉のかけ方とかですね、非常にまあ勉強していたりとか注意を払っているんだと思いますし、そんなネイマールをまあある意味手なずけてるからこそ、その中心の選手がまあね、献身的にプレーをするからチーム全体のモチベーションが上がるっていう効果は、あると思います。でですね、ハンジフリックに関してはですね、もともとドイツ代表のレーブのアシスタントコーチをやっていましたので、レーブがこういうふうにですねコメントしています。ハンジはサッカーに関する専門性のみならず、人間性という点でも非常に大きなクオリティを持った人物だと。ね、この人間性っていうところすごい大事ですよね。そしてレバンドスキーはハンジフリックに対してこういうコメントをしてるんですね、選手全員が監督が求めていることをしっかり理解していて、以前存在していたコミュニケーション不足の問題はもう見られないよ。フリックと一緒ならチャンピオンズリーグを優勝することも夢ではないねっていうふうに言っていまして、こういうふうにですね、ハンジフリックがこのスター選手を完全にね、手なずけてるというか、心をわしづかみしてるっていうのが、このインタビューでわかると思います。で、バイエルンに関してはこのね、フィジカル的にすごいと、ずっとハイプレスを続けられるみたいな、それにはサイバートレーニングがあって、選手の自宅にね、機材運び込んでですね、オンラインでですね、そのトレーニングをするようにコロナの、ロックダウンの期間中やっていたっていう話がありますが、僕それだけではないと思います。この、監督はですね、さっき言った2種類のプレスだったり、攻撃の時の5レーンの使い方、ウイングの選手が入ってきてる時はサイドバックが幅取るとか、5列が上がってる時にはミュラーが下がるとか、状況によって試合良かったら見直してほしいんですけど、相手の4バックに対してこの5レーンの使い方ですね、大外の2つ、ハーフスペース、真ん中、この使い方がむちゃくちゃ臨機応変なんですよ。ただバランスが絶対に悪くならないように、選手それぞれがですね、周りを見ながらポジションを決めているんですね。なんで攻撃においても守備においても明確な約束事をかなり分かりやすく伝えてると。でそれによってですね、選手たちが判断をですね、スムーズにできるので、もともとの、まあ、フィジカル的にですね整ってるところに、この判断力の鋭さが加わって、迷いなくフィジカル爆発させられるみたいな、まあ、そういった状況になってるのがですね、このバイエルンの強さだなというふうに思いますので、トゥヘルもすごかったけど、ハンジフリックもすごかった。そしてね、この二人がですね、超スター選手だったとかいう経歴ではなくて、まあハンジフリックはバイエルンでやってた時期ありますけど、どちらかというときちんと叩き上げて指導者をやってきて、それでですね、選手たちの心を掴んでるっていうところはですね、元々のカリスマ性では片付けられないぐらいのですね、こうマネージメント術、そういったね、このきめ細やかさっていうのがあるからこそ、こういったね、素晴らしい戦いをできるんだろうなというふうに思いました。というわけで面白い動画だと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レオザルトボーでした。